あのストリア、はいはいはい、ちょっとこのハーモニー、だからこれなんか3人歌ってるんだけど本当に一つの本当にカラフィナのボイスみたいな感じでピタッと合ってる感じがしますけど、一つの生き物が3つの音を持ってるみたいな感じするね。うん、だそれぞれがじゃあどういう皆さん風に歌ってらっしゃるのか、まずこれ一人一人のちょっと声で一回歌っていただこうと、今のストーリーはそれぞれ3人の個性的な声がどう合わされるのかちょっとねいろいろ紐解いていこうと思います。じゃあ今のストーリーで、はい、それぞれじゃあ順番に一人ずつ歌ってっていただけますか、はい、じゃあまずヒカルがメインなのでヒカルからいきます、はいはい、秘密の黄昏に君の手を通ったがメロです、うん、で私が低音で秘密の黄昏に君の手を通ったが低音です、うん、で若菜がハイハモです、うん、秘密の黄昏に君の手を通った、だから3つ合わさったのと一人一人全然声の感じが全然違いますね、一つずつ聞くのと3つ合わさったのとちょっと違う感じがちょっと しますよね。意外と お低い声なさる低音低音を放送していただいております。低音がよく、はい、じゃあ今のそれぞれの声が3人合わさるともう一回どうなるか、はい、いきますよ。ワンツースリー。秘密の黄昏に君の手を通った、いにしえのバラード繰り返すように紡ぐ。すごい、ね、アカペラで聞くとまたちょっと違うなっていう、なんか女神様が3人いるみたいだね女神降臨って今感じが、しましたけど、だ今こういう風に3回バラバラで歌って合わせましたけど、はい、こう合わせる時どうやってこうメロディーうまく一つに合わせるっていうのは気をつけてるんでしょう。これすごく難しくって、うん、カラフィナの場合こう曲によってあのメインボーカルが変わっていったり曲の中でも変わっていくので、やっぱり一番はそのメインの人に合わせてハーモニーを取っていくっていうのが一番、まあ、キーポイントというか、まあ、それ以外だとバイオリンの音色、フルートの音色、ちょっと楽器の音色が、音色が明るいあの音色があるとちょっと高めに取ったり、うん、こうあーっていうともうあーあー下で鳴らすとあー同じ音なんですけど、あーあーっていうこの下同じ上っていうのをちょっとずつ3人で合わせていくっていう作業をやってます。音程だけじゃないです、まあ、楽譜見ればね音程ってちゃんとこうリズムも書いてあるけど、同じ音でもそれを同じ音を出せばいいってわけじゃないですよ、音符に書いてある。そうですね、同じ音の中で、さらに低いところなのか、もうちょっと明るい、あの音色なのかっていうのを3人でそれぞれ合わせてやってます。なんか私読んだことある、ものすごい成長度合いだっておっしゃってた、そのなんて言うんだろう、ユニット始まって今に至るまで、ね、だから毎回そうやって反省会したりなさったりして ここまでいらっしゃる試行錯誤の中で、はい、やってきました。そうい